チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうも、チョコレートプラネットの佐田です。松尾です。さあ始まりました、チョコレートプラネット5分ラジオ、チョコプラのラということでございまして、この前鍵の収録があった時に、はい、たまたまちょっと向井とか、うん、もう一緒に他の番組や、はい、他の番組で収録してて、うん、で帰りまあちょっと、まあ、向井待って、うん、まあなんか終わるタイミングがほぼほぼ一緒だったので、うん、はい、だからもうジローも行って、うん、ああ言ってたな、うん、あの静野池さんも行けて、うん、4人で車で帰ってます。おさらさんの、はい、うん、ドライブ楽しいね。言ってたけど、ジロー君ドライブ楽しかったね。初めて乗った翔平の車。あ、そう言ってた言ってた。うん、あの時、あの日さ、うん、聖夜やばくなかった？え、聖夜ずっとやばいんだけどさ、うん、あの花子の秋山くん、あーそうだね、子供生まれてさ、会ってすぐさ、うん、秋山赤ちゃん、うん、おめでとうとか言って、うん、で秋山くんも ありがとうとか言って、うんうん、で言ってて、うんうん、その5分後くらいに、うん、秋山、うん、出産いつって言ってて激ヤバだよね。激ヤバ。はっていう。はどういうこと？自分でおめでとうって言っといて。激ヤバだよ。もうおかしくなってんだ、やっぱり。おめでとうっつって。出産いつっつって。こいつ何言ってんだと思って。みんな、何こいつと思って。うん、でいやーっつって。でもあれやで、産後打つとか大変らしいで、とかって言うね。何を言ってんの？いや、もうやっぱせいや面白いなと思っちゃったな、俺もう。すごいもん。意味わかんないもん。なんやろな、うん、なんかやったら聞いてくんのよ、その家庭事情。あいつ来てこへん、うんうん、なんかさも自分にも家庭あるような感じの。そうどうですか奥さんとみたいな。いや、なんか休みの日とか何しますとか言って、いや、そお前つ聞いてどうすんっていう。ああって言われちゃう。そうそう、いや、まあまあまあ、そうね、まあコロナとかやったらどこも行けへんしなっつって、まあまあ最近ちょっとまあ出れるようになって、まあどっか行ったりするけどとか言って、ああそうですねっつって、ね、いや何やねんそれ、なあほんま聞きたいのそれっていう。いや、だからなんかもう何にもなんかいろいろ聞いてくるけど何にも考えてないんだよ。いや多分何にも考えてない、ただもうなんかこう場つなぎとして多分いろいろ喋ってんだよな、あいつの中で多分なんか空気がこう止まるのが多分嫌なんやろな。何なんだろうね、分からんけど。でもまあ寝やかっていうかさ、もう何つうの、根っからの芸人だなって、うんうん、なんか、あ、なんかもうせいや見てたらなんかもうかなわないわ、とんちゃんもあんなのあんな天然物にはもう、いや天然物ですよ、すごい天然物にはもうかなわないもん、あれすごすぎる。いや、だからその点で言うとちょっとね、池田さんも面白いです、しずるの、まあドライブして、そう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 、だからちょっとまあ、インポッシブルの次は池田さんだなと思って、やっぱり。なんで潤さん入れてやんねえんだよ。いや、もう潤さんはちょっとまだあれだ。え、潤さん入れる？潤さん入れるなら、まあ、入れて。入れるわけねえだろ。いや、だからちょっとインポッシブルの次、ちょっと、俺らの一番可愛がる先輩、ちょっと、しずる池田として、ちょっといろいろ押していきたいなっていうのがあるんですよ。で、この間もあれ出てもらったじゃん。そうそうそう、チョコプラカップも出てもらってね。まあ、いい意味でもう池ちゃんらしいこの爪痕の残し方してくれたから、うん、そうちょっと今後いろいろちょっと、うん、しずる池田をプッシュしていくっていうプロジェクトをちょっといろいろ考えようかなと思ってて、これで会ってすぐ開口一番ごめんねって言われたの。ごめんね、こないだごめんね、いや謝らないでくださいっつって、もう面白かった絶対言ったけど、ごめんね。いや確かにそうだね、まあ、池田さん面白い、池田さんってずっと面白いじゃん。いや、ずっと面白いのよ。うん、なんだっけ、あのスイダウでさ、うん、あの芸人が笑ったやつ、はいはいはい、で俺も出したし、うん、あれね、スタッフさんに聞いたら池田さんめっちゃ多かったんですよ。でやっぱ同業者の中でやっぱ、うん、みんな面白いと思ってんね、やっぱ特に東京。そうね、だから本当に売れていいって思われてる人だからね、うん、売れないとおかしいと思われてる人だからね、うん、もうだから池田さん言ってたのよ、うん、いやだからさ、芸人にさ面白いって思われたいんだよねみたいな、うん、いやさ思われてますよっつって、うん、
うん、大丈夫ですよ。そこはそうなんだけど。そう。ああ、ちょっと潤さんがね、ごめんね。